き耳たてチャンネル、イエーイ。さあ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 、今週も始まりました、聞き耳たてチャンネル。今日はこの企画に挑戦しようと思います。聞き耳ハーゲーム。今日はなんとユミさんが発案してくれたということで、はい、今回はですね、私が前からやってみたいなと思っていたゲームをやりたいと思います。まずここに1枚のカードがあります。でれーん、これにはですね、ハーという言葉が書いています。ほう、ハローハですよね。そうです、そうです。おう、でですね、一つのハーと言ってもいろんな種類のハーがあるじゃないですか。なるほど、世の中にはね。なるほど、そうなんですよ。うんうんうん、でこのカードに、A から H まで8種類のハーが書いてるんです。おお、私が今からこの中からハーという言葉を表情と声だけで伝えるので、まさきくんはこの種類の中からどれのハーなのかっていうのを当てるというゲームです。もうね、なるほど、聞き耳も活動長いですからね。大体当てれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ直樹くんもね、そして今日ねお付き合いしていただいてる皆さんも一緒に考えてもらって、はいはい、まずは私はどの歯を言うか決めなきゃいけないですね。どうしようかな。わかりました。お、決まった。決めました。はい、じゃあまさきくんには何の歯かを当ててもらいますね。はい、じゃあ皆さんも考えてみてくださいね。はい。はい。いきますよ。お願いします。3、2、1。歯。はあ、はあ、です。おお、直樹くん、はいはい、ゆみちゃんの今の歯見たことあります？今の歯見たことはないと思うんですけど、見たことはないと思うんですけど、でもね、俺多分これじゃないかなと思ってるやつはある。お、早いですね。うん、消去法で言ったらいいんじゃないですかね。これは絶対違うでしょうっていうのはちょっと削ってみたりね、うん、これもね、あのゆみちゃんファンの方はもう分かったんでしょうね、きっと。分かってるんじゃないですか。いやでもね、多分なんかちょっと惑わしちゃってるのある気がする。あ、それがヒントだね。うん、ちょっとね、ゆみちゃんね、若干照れ入ってたんだよね。そう、照れが入ってたの。そう、うん、そうですか。うん、そう、その照れも演技かもしれないでしょ。そうか、そうくるか。うん、うん、もう決まりました。答え出ました。じゃあまさきさんと僕一斉ので答え言いますか、したら。はい、じゃあいきます。一斉ので、 G、A、お、あれ、ちょっと迷ったっすね、僕、その A とも。でしょ、うん、うん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 、わかる、わかる、わかる。うん、どっちかですよね。そう、いいとこ行ってると思いますよ、これ、うん、僕ら二人は。うん、みんなはどうかな。じゃあ、ゆみさん、答えを教えてください。正解は D、 C です。あー、 C、C？ え、呆然の歯だったのね。そう、やってたらちょっと力入れすぎたなって思いました。なんかもっとはーってやればよかったんだけど。ああ、確かにそれだったんで分かるね。で、ちょっとはーみたいな感じになっちゃったから、うん、なんか、うん、そっ違う風に取られちゃうなこれって思ったんだけど、あのそのまんまやっちゃいました。なるほど。ちょっと分かりづらかった、分かりづらかったですね、すいません。せっかくなんでね、まさきくんにもやってもらおうかなと思います。まさきくんは声ではなくてリアクション、そうです、アクションで
表現して、あのね、うん、やっぱ肉体で表現してもらおうかなと思うんで、全身でポーズバージョンでちょっと、はいはい、チャレンジしてもらおうかなと思います。頑張ります。はい、まさきくんはですね、ガッツポーズありますね。ガッツポーズ頑張ります。いやー、うん、もうやってんの。いやー、いや多分これは違う、間違えず練習です、これ。あ、練習だ。これ練習です。あ、そう、紛らわしいよ。はい、でね、これもね、いろんなね、8あるんですね。ガッツポーズがあるんですよ。うん。まさきくんがまず何を選ぶかっていうところですね。そうですね。うん、ではね、決まりました？あの、ゆみちゃん、なくくん、はいはい、そしていつもね、あの、番組をお付き合いしていただいてる皆さん、であれば分かると思うんですけど、まさきくんってね、意外と分かりやすいんだよね。うん、すごい、なんていうの、顔に出るというかね、そう、行動というか体にも出てしまうというかね、そう、だから、だからね、簡単？簡単だと思う。決まりました。決まりました。決まりました。では、いいですか？はい。言いますよ。はい、いいですか？はい。はい、言います。3, 2, 1。いや、え、いや。どうですか、どうですか、どうですか。これね、れ結構分かりやすかったな。ただの中山筋肉でしょ。いやいや、違います、違います、違います。僕のです。僕の、え、感情ちゃんと、ええ、感情入ってた今。中山筋肉の気持ちになるでしょ。ガッツポーズってなんかイエーイとかじゃないんですか。あ、まあそれはユミちゃんがね。え、違うの、うん、ユミちゃんの場合はね、そうかもしれないけど。いやーなんだね。うん、もう一回やって。じゃあそこ、いやじゃなくてガッツって言いますよ、したら。何でもいいよ、それでもいいよ。言いますよ、言いますよ、ガッツ、ガッツ。いいね、いいね、いいね、いいね。ガッツ。なるほど。ああ、でも分かった、俺。おお。俺分かった。おお。分かった気がする。届いた。みんなも分かりました？な、ゆみちゃん。分かんない。いや、絶対違うなっていうのはあるけど、うん、絞り込めないね。決まりました。お。はい、それでは発表お願いします。いきますよ。はい、いっせーので、 A、 B。 あ、分かれた。 A が勝利のガッツポーズ、そして B が頑張れのガッツポーズ、うん、あー、うん、なるほど。正解は、はい、いいの、かっこいいガッツポーズでした。聞き耳、もっと俺のこと分かってくれ。嘘嘘嘘。ちょっと嘘。なおき、ゆみ、嘘、かっこよくなかったもん。かっこよくなかった。あ、確かに、確かに、それ僕が悪いです。確かに、もうちょっとなんか、うん、キリっていう感じじゃなかったよね、なんかね。結構キリだったよ。いや、そうだったっけ。いやいや、今全然違う人だって。いや、同じ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 。おかしいね。いや、今ね、うん、動画見てくださってる方は、うん、もしかしたら、いや、当てた人は、ね、俺当たった、いるかもしれないですね。俺やっぱりまさきくんのこと分かってんだなってねえ、そういう方いらっしゃると思いますよ。ねえ、ねえ、みんな、ねえ、ねえ、もう当たった方に拍手、拍手。ありがとう、当ててくれてありがとう。で、
こうやってみると分かると思うんですけど、うん、意外に難しいんですよ結構なんか大人数とかでも結構盛り上がれるんじゃないかなと思います、うん、ぜひおすすめです、うんね、またどっかでリベンジしましょうか、うん、他のお題で ね結局誰も当たってないですもん。そう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 。ちょっとね、めちゃくちゃ直樹くん、わかったみたいなね、早かったんだけどね。いや、でもね、俺ね、かっこいいだけはね、未だ納得いってないですよ。どう見てもかっこいいかったと思うんですけどね。はい、じゃあというわけで、というわけで、今週も聞き耳立てチャンネル、ここまで。はい。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。